参加することについてご懸念がある状態でですね、私があえて強引に入るというようなことはやるべきではないと思っておりますので、今の時点はやらない方がいいのかなというふうに思っております。今日の会見で静岡市の難波市長が触れた話題、それはリニアの水問題をめぐって県と大井川流域の市や町などで組織している大井川利水関係協議会について。今日の会見ではやらない方がいいとトーンダウンした難波市長ですが、就任当初はこの協議会に参加する意思を表明していました。流域という面でいうと静岡市も流域なんですね。ですからその大井川の流域で市町がこう作っておられるものに参加をしていないというのは普通に考えると変だなと思いますので、そういう面から言っても当然そこには加わるべきだと思っています。かつての上司だった川勝知事も、彼は副知事時代にですね、この利水関係協議会というか、連絡協議会の本部長として、全ての情報に精通しているわけですね。上流はまさにこの、静岡市の行政区なわけですね。これまでが実は異常な状態でした。静岡市がお入りになっていらっしゃらないというのはですね。一方で大井川流域からは、立ち位置が違う中で急に一緒にと言われましても、私どもはすぐには難しいのではないかなというふうに思っているところでございます。島田市の染谷市長を中心に大井川流域の市と町は、静岡市が利水者ではない上に田辺前市長の時代にすでに JR 東海とリニア工事に関する協定を結んでいたことから、静岡市の協議会入りに難色を示していました。難波市長のトーンダウンの背景には、利水関係協議会メンバーである大井川流域自治体の考えとのバランスがあるようです。利水協が発足時にですね、入ったらどうかとその先方からお話があって、静岡市が断ったという経緯があります。お誘いがあったから入るっていうのがですから、それが普通でしょと思ってたわけですけども、そうではない、今あまりお誘いされないような状況でもありますので、そういう中で入らないということについてはですね、川勝知事もご理解されるんではないかなと思います。利水関係協議会の加入騒動については、一つの節目を迎えたようにも見えるリニア問題。ただまだ別の問題がくすぶっています。話の主人公は川勝知事です。来政していただきありがとうございました。科学的工学的な議論が大切であるということが共通理解であると確認できたことを大変心強く思っております。これは川勝知事が昨日付で JR 東海の丹羽社長宛に送った文書です。文書の冒頭部分では、先月丹羽社長が挨拶で県庁を訪れたことへのお礼など前向きな言葉が綴られています。ところが読み進めていくにつれトーンは一変します。現状では本県が意見書で求めた要請に答えていただけておりません。本県との対話に真摯に対応いただきたいと思います。文書を通じ改めて JR 東海の姿勢に対して苦言を呈した川勝知事、問題として挙げたのが JR 東海が山梨県内で行っているボーリングについて。ボーリングは今月2日時点で静岡県と山梨県の県境から583メートルの地点まで進んでいます。この県境付近には地下水を大量に含む破砕帯があるとされていて、 JR 東海は
県境から300メートルより先は慎重に作業を進めるとしていました。これに対し県は静岡県の地下水が山梨県側に流れ出る恐れがあるとして、流れ出た場合の水をどう戻すかなどを事前に話し合い、県の合意を得てから作業を進めるよう求めています。県はこれに釘を刺すように、昨日 JR 東海に対して県境から300メートルよりも先には進まないよう文書で強く求めました。依然文書での攻防が続くリニア問題、トンネルの出口はまだ見通せそうにありません。